今から Web API かける R パッケージというタイトルで発表を始めさせていただきます。今回の発表で話す内容としてはこの通りになっていまして、まず Web API と Web API を作成できるプランバーという R パッケージがあるんですが、それを紹介します。次に Web API と R パッケージを組み合わせて何ができるのかという紹介をします。で、次に、Web API を用いることで、何ができるようになるかについて説明します。で、次に、Hugging Face Spaces というのを利用しまして、プランバーと、ドキュメントのサイトをホストしてみましたという話をしようと思います。で、最後にまとめをして終わりにしたいと思います。まず最初に、Web API について説明をします。Web API とは HTTP や HTTPS などの Web 技術を用いて実現される API のことです。で、そもそも API とは何でしょうか？ API っていうのはアプリケーションプログラミングインターフェースの略です。で、ざっくり言うとソフトウェアとかプログラムなどの間をつなぐインターフェースのことです。で、R で Web API を作成する場合はこのプランバーというパッケージを使用するんですが、あるなパッケージでプランバー以外に私は Web API を作成できるパッケージを知らないので、まあ、このパッケージを使えばいいと思います。で、プランバーを利用して作成した Web API のサンプルプログラムをお見せしたいと思います。こちらですね。こちらがサンプルのプログラムになっていまして、このプランバー .r の中を覗いてみると、こちらですね。こちらが、このゲットのオリジンのルートに、ゲットのメソッドでアクセスが来ると、Hello World というデータがレスポンスとして返ってくるというふうになっていまして、pr.r を見ていただきますと、こちらですね、ホストが0.0.0.0、ポートが7860で起動します。なので、完全な URL としては、http:// の0.0.0.0:7860すらにアクセスすると、さっきのハローワールドというデータが返ってきます。で、口で説明するだけだと分かりづらいと思うので、実際に実演をしてみたいと思います。今、ターミナルの画面見えてますかね？こちらの、あ、いいと思います。ありがとうございます。こちらのコードなんですが、よいしょ。実際に実行してみますね。よいしょ。pr.r っていうのを、実行します。R スクリプトの pr.r。すいません。ちょっと待ってくださいね。今、説明が少し抜けていたんですが、このシェルドットニックスというファイルは、私の環境で必要なだけなので、あまり気にしないでください。で、こちらで、R スクリプトの pr.r にすると、起動するんで、こちらの、URL にアクセスします。Firefox に切り替えます。これで切り替わったと思うんですが、ここで http のこのスラッシュスラッシュの0.0.0.0の7860ですね。こちらにアクセスしますと、あ、すいません。切り替え一つ多いですね。よいしょ。Hello World というふうに書いてきたと思うんですが、これが先ほどの、レスポンスのデータになっていまして、で、こんな感じでプランバーを用いた Web API の作成ができますという感じですね。より詳細な説明は、後ほどするので、今はこんな感じのものができるんだなというふうに思っておいてください。よいしょ。で、もう一つ、このプランバーっていうので、Web API を作成しますと、インタラクティブな Web API ドキュメントに、アクセスすることができまして、このスラ、アンダーバーアンダーバードックスアンダーバーアンダーバースラというところにアクセスしますと、こんな感じの、インタラクティブな API ドキュメントにアクセスすることができまして、こちらでですね、
トライイットアウトっていうのがあると思うんですが、これを押していただくと、こんな感じで、エグゼキュートしますと、先ほどと同じように実際のデータが返ってくると思います。こんな感じのインタラクティブな API ドキュメントも、プランバーで作成すると、勝手に自動で作成されます。よいしょ。では、スライドに戻りまして、次に、Web API と R パッケージを組み合わせた、使い方について説明したいと思います。Web API と R パッケージを組み合わせるっていうのはどういうことでしょうか？これは、R パッケージには、複数の関数が定義されていると思うんですが、R パッケージ内の各関数前にそれぞれ、その関数、各関数を含んだ何かしらの処理をする関数を、エンドポイントとして作成することによって、ユーザーは R のパッケージを自分の PC にインストールすることなく、パッケージ内のエンドポイントが提供している処理っていうのを試すことができます。で、先ほど出てきた、エンドポイントという言葉について補足説明をしますと、API っていうのは、ユーザーが API を呼び出す、ユーザーが API 呼び出しを行いまして、API応答をユーザーが受け取るという一連の流れがありまして、API エンドポイントというのは API 呼び出しが実行される場所です。要するにユーザーが、この URI で、この処理をしてくださいというふうに要求をする、その受け口となるところがエンドポイントだと思ってくれたらいいと思います。で、ローディングズパッケージという、ローディングズというパッケージがあるんですが、そのパッケージを、Web API と組み合わせたサンプルを用意しましたので、それを実際にお見せしたいと思います。これが、作成したサンプルのインタラクティブな、API ドキュメントになっているんですが、このような形で、作成していまして、この URI にアクセス、この URL というのは、これがオリジンになっていて、オリジン以下のパスがこれですね。だからこれとこれをつなげた形、スラの後が PCA の場合は、この関数の処理が実行されまして、返り値としてこのバイプロットで表示されたグラフが返ってきます。じゃあ実際に試してみますと、このような形で、レスポンスとして、グラフが返ってきます。他にも2つエンドポイントを用意していまして、こちらのエンドポイントには、パスパラメーターといって、Web API には、パスパラメーターと、クエリーパラメーターという2つのパラメーターがあるんですが、こちらで、動的な、URI を作ることができまして、それに応じて処理を、調整するというか、関数に渡す引数を変えることができます。で、この場合で言うと、このファンクションのナンバーというところに、ここで入力した、パスパラメーターの値ですね、が格納されます。なんで、ここに、1から10の整数値を指定してくださいとしていますので、例えば1と指定して、エグゼキュートしますと、このような形でグラフが出ます。例えばこれを2とかに変えますと、少しグラフの様子が変わったと思うんですが、これが動的な URI になっているということがわかると思います。まあ、正確には動的な URI という表現が正しいかは微妙なんですが、まあ、このような形で、このナンバーというところに整数値を突っ込んであげると、奇数として渡すことができるというものができます。よいしょ。もう一つ同じような形で、パスパラメーターで値を渡せるようにしているものがありますので、試してみます。これも1から10の整数値を指定してくださいとしていますので、例えば1を入れますと、このような形でグラフが出てきまして、例えば4とかに変えると、このような形でグラフの処理結果が変わ、グラフの結果が変わっているのがわかると思います。実演はこんな感じになります。では次のスライドにしてみたいと思います。次に Web API を使用することでどのような可能性が広がるのかについてお話ししたいと思います。Web API の大きな利点としましては、他の言語と組み合わせるのが非常に簡単というのがあります。Web API をある言語で作成したとしても、JavaScript とか TypeScript をクライアントの言語として選択することができます。で、TypeScript について少し補足説明をすると、TypeScript というのは、JavaScript を拡張して開発された言語で、まあ、静的片付け言語ですね。で、
このような形で Web API サーバーを R 言語、プランバーを用いた Web API で作成したとしても、クライアントの方ですね。こちらを TypeScript や JavaScript といった他の言語で記述することができます。ということで、こちらも実演をしたいと思うんですが、こちらは、Web API サーバーは R 言語で作成していて、クライアントを React にしています。で、React について少し補足説明をしますと、JavaScript とか TypeScript で利用ができるライブラリになっています。では、Web API サーバーとクライアントを起動して実演してみたいと思います。これで今、ターミナルにシェアが映ったと思うんですが、こちらで試していこうと思います。まずは、ありがとう。こちらですね。R React サンプルの方にあります。こちらに、クライアントというのと Web API サーバーという2つのディレクトリがあると思うんですが、クライアントの方が React のプロジェクトになっています。で、こちらの Web API サーバーの方が、プランバーで作成した API の、Web API サーバーになっています。で、こちらの、バックエンドの方をまず起動します。デスクトップのファイルパケーション Web API の、こちらの、まずは Web API サーバーの方を、先ほどと同じように R スクリプトの PR.R で起動します。ちょっと待ってください。これは私の環境が悪い。先ほどからちょいちょい出てくるこの NIX シェルというコマンドは、私が NIXOS という、Linux の一種なんですが、そちらの環境を使っている関係で使っています。なので、あまり気にしなくて大丈夫です。これで、はい、起動するんですが、ちょっと待ってくださいね。こちらで起動していたので。はい、起動しました。で、フロントエンドの方も起動していきます。フロントエンドの方は別ターミナルでやるので、少し画面が見えてないかもしれませんが、少々お待ちください。はい。今映ってないかもしれないんですが、フロントエンドの方も起動しました。では、Firefox の方に画面を移します。今映ったと思うんですが、こちらが、サンプルの、プログラムで動いている、React のフロントエンドになります。で、このエグゼキュートボタンを押すと、内部でフェッチされて、先ほどの、URL ですね。バックエンドの方で動いていた、http:// このスラスラ0.0.0.0コロンの、7860ですね。こちら、プログラムの方では127.0.0.1にしているんですが、こちらでフェッチすると、先ほどのデータをレスポンスとして受け取れるので、そちらをここの、フロントの方に表示するようになっています。では、実際にボタンを押してみると、このような形で、先ほどのレスポンスのデータを受け取って表示することができています。ざっくり説明するとそのような形になっています。で、せっかくなのでフロントの方のコードも見せしますと、こちらですね。こちらの。主なコードはここに詰まっていまして、ここのフェッチというやつですね。このフェッチで、http このスラスラの127.0.0.1のコロン7860でフェッチしていまして、これでデータを取得して、そのデータを、ここの R result のこの変数が格納しているので、ここに表示されるという感じのプログラムになっています。次、4番の方の、Web API のハギングフェイススペースを用いて公開する方法、方法については、キータを見てくださいという形で、私の書いた記事を紹介することになるんですが、どのような形でできるのかということを軽く話したいと思います。で、まず、ハギングフェイスっていうのが何かと言いますと、ハギングフェイスっていうのは、たくさんの AI モデルがアップロードされている AI 開発プラットフォームです。次に、ハギングフェイススペーシーズっていうのは何かっていうと、ハギングフェイスのスペースという1機能で、そのスペースを用いてプランバーで作成した Web API と、もう一つ、奥が
先ほどお見せしたインタラクティブな Web API の、ドキュメンタなんですが、手前の方ですね。こちらが Qwert を用いて作成した、またこれは別のドキュメントになっていまして、こちらも、Hugging Face Space シリーズの方で、公開をしています。で、共に実際に公開している様子をお見せしたいと思います。まず、先ほどお見せした、ものなんですが、こちらですね。こちらは実は、この、ローディングズの Web API サンプルの方は、Hugging Face Spaces の方でホストしていまして、実際は、Hugging Face Spaces の方の、方で、実行されて処理が行われていたということになります。もう一つドキュメントの方ですが、ドキュメントの方は、これが、Qwert で作成した、ドキュメントになるんですが、このような形で、サイトを作成することができまして、結構綺麗にドキュメントができるなというふうにして、僕は感動しました。で、こちらもハギングフェイスの方でホストしています。で、これが次のスライドなんですが、先ほどの2つですね、Web API のサンプルの方と、ドキュメントの方のサンプルは、こちらの GitHub の方に上げていますので、もし興味がある方はご覧ください。次に、ハギングフェイス、スペーシーズの使い方なんですが、こちらに関しては私がヒータの方で記事を書いていますので、もしご興味がある方は、こちらの URL から確認できますので、ご参照ください。私の書いた記事の中に出てくる、Docker と GitHub Actions について、記事を読む中で、少し何かわからないなと思って詰まってしまうかもしれないので、補足説明をさせていただきます。で、共に、それぞれ、引用元からの引用文をそのまま書いているんですが、Docker の方に関しては、Docker を使うと開発者は面倒な開発構成や管理を行わずに、どこでもアプリケーションを構築、共有、実行、検証できるようになりますというふうに書いてありまして、まあ、要するになんか仮想環境のコンテナを立てれるのが、まあ、Docker というのものなんですが、ハギングフェイススペーシーズに、プランバーを公開するにあたって、Docker ファイルというものを書かなきゃいけなくて、で、そこで Docker という概念が出てきます。で、まあ、Docker という概念は、まあ、難しく書いてはあるんですが、ただ、仮想環境を作ってコンテナを立てるものだと思っていただければ、問題ないです。次に GitHub Actions なんですが、こちらは、ハギングフェイススペーシーズにただ公開するだけであれば必要ないんですが、ハギングフェイススペーシーズと GitHub のデポジトリっていうのが、独立してしまっていて、GitHub のデポジトリの方で、差分をこう、更新してプッシュしたとしても、ハギングフェイスの方には反映されないんですが、この GitHub Actions というのを用いて、GitHub のデポジトリの、更新があったら、ハギングフェイスの方にも更新が反映されるようにするということができまして、そのために GitHub Actions というのを使っています。で、GitHub Actions の、引用文の説明としては、GitHub Actions は、サービスの一環として提供するワークフローを、自動化ツール、自動化サービスですというふうになっています。確かにその通りで、GitHub のレポジトリに、更新があったら、というか GitHub のメインブランチか、まあ、手動で GitHub Actions を動かすか、その二つで、変更があれば、ハギングフェイススペーシーズの方にも、更新がかかるというふうな、GitHub Actions を私が記事の中で書いていますので、こちらの補足説明をもとに読んでいただけるとわかるかなと思います。で、最後に、まとめになるんですが、今回の発表で私が伝えたかった要点をまとめるとこの3点になると思います。で、まず1つ目が、Web API と R パッケージを組み合わせることによって、ユーザーがその R パッケージを自身の PC にインストールすることなく試すことができるということですね。で、これは、ユーザーの PC の環境によるトラブルっていうのを軽減する点において非常に良い方法なのではないかなと思っています。次に、Web API を R 言語で作成したとしても、ユーザーは JavaScript などの他の言語を利用して Web API に処理を要求して結果を受け取るということができます。で、R 言語ユーザーでないユーザーが、ある R パッケージの、処理を含んだ処理結果っていうのを利用できるという点においては非常に大きな、利点だと思っています。
で、最後に、Docker を扱うことさえできれば、ハギングフェイスを利用して簡単に、プランバーを作成した Web API を公開できる、ということになっています。で、このハギングフェイスの方なんですが、私のキータの記事を読んでいただければ、多分、Docker の記述は、あまり書いていないので、簡単にできるかなと思います。で、気軽にプランバーで作成した Web API を公開できるのはかなり便利かなと思います。参考サイトです。ご清聴ありがとうございました。はい、岡田さん、ありがとうございました。要は、参加者の方から、ご質問等ある方いらっしゃいますでしょうか。じゃあ、私から一つしてもいいですかね。クワルトのところ、クワルトと、プラ、クワルトのところですかね。プラのところで、あそこってフェッチ、JavaScript のフェッチのその途中で言われてた行っていうのは足せるんですかね。クワルトの一部に JavaScript 書いて、そのフェッチするっていうのができて、要は、既に新しい、例えばクワルト更新したときに、その都度、API からその画像なりその情報を取ってくるみたいな、なるいほうようなこど。とそは。れは、クワルトで作るのは、かなり渋いというか、なんか、多分おそらくできないとは思います。その理由としては、クワルトのこのウェブサイトを作るにあたって、なんか、マークダウンみたいな QMD というところにこう、バーって書いていくわけなんですが、そちらで書いたのを元に、クワルトが、この HTML のファイルとかを、勝手に生成するんですよ。で、QMD の中に JavaScript のコードを埋め込んだとして、クワルトが勝手に吐き出す、HTML とかのファイルのところに自分の書いた JavaScript のコードがうまく機能するかどうかっていう保証はできないので、かなり難しいかなと思います。わかりました。ありがとう。というざくさん、なんかありますか？僕はたくさん質問あるんですけど、その前に山本さん何かありますかね？ちょっと今回ローディングスパッケージを題材として、ちょっと僕は推薦してちょっと使わせていただいたんですけど、なんか R パッケージとしてこれは作ったと思うんですけど、それがこう、Web API として公開されるっていうのをこうイメージして、なんかこう、面白いことができるかとかなんかいろいろなんかあると思うんですけど。はい。そうです。すいません。ちょっと、すごくなんか、きっと、長田さんのやられてることは面白いことなんだろうなと思いながら、自分がよく分かってなくて、なんかどういうふうに、こう、そうですよね、ローディングスのこのパッケージを、なんかこう、使ってもらえるのかって、これを通してなんか使ってもらえるのかなっていうのが、なんか、具体的に、こう分かると面白さがもうちょっと自分も分かるのかなっていうのと、あと、まあ、ちょっと今回の話と関係あるかどうかはよく分からないんですけど、よく私が直面するのは、ユーザーの人が全然その R とかできなくて、で、自分のデータは持ってるけど、それを解析したいっていうケースが結構あって、なんかそういうのに使えるといいのかなとちょっと思ってたんですけど、なんか、コメントでもいいんですけど、なんかそのあたり教えていただけると嬉しいです。わかりました。まず、Web API を、どのように使っていくかについて、私の案ではあるんですが、このローディングズの、まあ、例えば例に挙げると、このローディングズのパッケージを、実際に開発者が、自分のあるのパッ、えっと、あるのプログラムに、ローディングズのプログラム、パッケージですか。パッケージを組み込んで、何かプログラムを作るということになれば、当然、インストール .packages で、ローディングズをインストールしてくる方がいいんですが、この Web API は、何を目指すのがいいかなというふうに、考えていますかというと、このローディングズの、パッケージの、例えばエグザンプルがあったとして、そのエグザンプルのプログラムがどう動くのかっていうのが、
インストールしてからじゃないとわからないっていうのが、ユーザーの環境が、インストールに失敗したとかになるとかなり大変かなと思うので、簡単にエグザンプルを試せるという点で、この Web API を使うのがいいかなというふうに考えています。どうでしょうかね。あ、すいません。あ、あ、はい。例えば、引数で、多分この、山本さん言われてるの、データを入れるってなると、多分テキストファイルとか、タブ区切りのテキストとか、タブコンマ区切りの CSV とかでデータを入れることになると思うんですけども、そういうのが直接、ここの API に入れられるかとか、なんかそういうところはどうでしょうか。Web API っていうのは当然そのインターネットの通信が発生するので、その引数にすごい大量のデータを渡してしまうと、そのデータを送るのにすごい時間がかかってしまって、そのなんていうんですかね、実際に軽く試してもらうっていうのにはちょっと使い物にならない感じになってしまうので、あ、軽多い分データそをんな、渡す。そう、多分目がいかないぐらいだと思います、想定は。なるほど。はい。そうですね。数まあ十キロとかだと、数百キロバイトとか、そういうぐらいです。それぐらいでしたら、そうですね。実際に試してないんで予想でしかないんですが、まあなんとかなるかなと思います。ただなんかすごい、どれくらいでしょう。例えば1ギガとか2ギガとかそういうめちゃめちゃでかいデータを渡すとなると、めちゃめちゃ時間がかかってしまう恐れがあるので、まあそういうデータを渡すのには向いてないかなという感じですね。その引数っていうのは、URL のこう後ろの方に書いていくようなイメージですか？今回作ったサンプルだと、パスパラメーターなので、この URI の後ろに、追加で数値を書くことによって引数として渡すことになっています。で、例えば、そうですね、ファイルとかになれば、ボディのところに、ああ、そうですね、ファイルではないか。例えば、もう少し大量のデータを、渡すとなると、ボディ、HTML、Web API っていうのは、ボディというところを持っているんですが、そのボディの中に、大量のデータを突っ込んで渡してあげるということをすることになると思います。とはなんか、データは別のところに置いてあって、その URL を渡すみたいな使い方もできるんですかね。そうですね。別のところにというのは、ユーザーがアップロードするデータというわけではなくってことですか。ドロップボックスとか Google ドライブとか Amazon だったりとかいろいろあると思うんですけど、なんか、自由にダウンロードできるような状態のものがあるとして、こう URL を渡せば、裏側でそのデータ取ってきて、何かしらの計算するみたいなこともできるんですかね。そうですね。あまりそういう使い方をしたことがないので、試してみないとわからないっていうのが正直な感想なんですが、そうですね。どうでしょう。それはうまくいくか、ちょっと試してみないとわからないところが正直なところです。今回、そのファンクションの中でデータファスティングっていうので、こう、ローディングパッケージの内部のデモデータを使ってるんですけど、まあ、ここが不特定多数の、なんか、誰かのユーザーのデータでこう、入れ替わってもなんか動くようになったら、なんか面白いかなと思いまして。なるほど。ありがとうございます。今、パッと私思ったのは、この一番簡単にできそうなのは、例えばジスト、GitHub じゃなくて、ジストとかで、ファイル上げと、テキストファイル作っとって、そこのローの URL をこっちでインプットにするとか、そういうので、そうすると普通に R でもその URL 直接、リード CS、リ、まあ、CSV 読み込みとかで使えるので、そうですね。多分、ファイル直接というか URL 指定の方がいいかもしれないですね。この場合。そうですね。まあ、基本的には、まあ、ユーザーが与えたデータを引数としてもらって処理していくっていうのが、まあ、基本的な形になると思うんで、まあ、外部に置いてあるデータを持ってくるっていうのは、ちょっと、本当にやったことがないので、どうなるかわからないです。
これは、ローディングスパッケージのロード、ライブラリ関数でロードするのはどこでやってるんですかね。それは、今から実際のコードをお見せした方が分かりやすいと思うんで、お見せしますと、こちらが実際のコードになるんですが、こちらの、その中の、これですね。これが具体的な R のプログラムになるんですが、こちらですね。最初のところにローディングズのパッケージをライブラリで読み込んでいて、その下にこんな感じで、各エンドポイントに当たる関数を書いていくという感じになっています。じゃ上のところにライブラリの行はいくらでも書けるかはい、ら、書け他まのす。パッケージと組み合わせてより複雑な処理ができるようになるんですね。そうですね。複数パッケージを読み込んで、より複雑な処理を関数の中に書いてあげて、それをエンドポイントの関数として作ってあげれば容易にできます。コメント行は結構、ROCXGEN2 とまた違うんですかね。これプランバーの文法みたいなのがあるんですか？ R6 資源についてほとんど知らないので、同じかどうかわからないんですが、プランバーではこのように書いてあげますと、こちらの記述ですね。例えば、わかりやすいので言うと、API タイトルでローディングズ Web API サンプルと書いてあるんですが、こちらがここに反映されていると思います。こんな感じで、コメントアウトで説明というか、付加情報をこう書いてあげることによって、こちらの、インタラクティブな API ドキュメントの方に文字列を反映させることができます。バンカーっていうのは今のページのことですか？あ、そうですね。これが、Swagger UI っていう、その API ドキュメントですね。あ、いいですか？大丈夫ですか？あ、後あ、藤大で丈夫す。です。ですね。この、API としては、JSON か何かで返ってきたのを、このスワッカーで、HTML として表示してるということなんでしょうか？この場合。あ、このインタラクティブなは、はい。WebAPI、API ドキュメントをどう表示しているかという話ですかあ、はい。ね。そちらについては、この OpenAPI の JSON がここにあるんですが、これが、すみません、これが推測になってしまうんですが、これが、多分、プランバーのパッケージで、WebAPI を作成すると、これを自動で作成してくれて、これを元に、これができているという感じですね。おそらくそうだと思います。はい。まあ、そこら辺はあまり難しいことは考えずに、とりあえず表示、図とか絵とかも含めて表示できているということなんですよね。そうですね。はい。と、こちらは、なんて言いますか、ローカルホストで、自分で使うには、まあ、全く問題ないと思うんですけど、ウェブ、不特定多数に公開するにはやっぱり変なパラメータを入れられて変なコードが実行されないようなところは、まあ、その API を立てた人が自分で防御しないといけないということになるという認識で大丈夫ですよね。そうですね。まあ、例えば、R にあるかわかんないんですけど、eval の関数を、与えられた引数をすべて突っ込んで eval の関数で、なんていうんですかね、実行できるようにしておけば、まあ、悪い人が、パスパラメータの後ろに R のコードを突っ込んで、流し込んでやれば、まあ、動きそうな気はするんですが、まあ、そのようなことをしなければ、多分問題なく使えるとは思います。安全上の面でも。まあ、あと、まあ、もちろん、計算時間が、この場合一瞬で表示されますけど、例サンプルを選んだんだと思うんですけど、あまり長くなるとタイムアウトとか、やばしますか。ですね、あまり長い、処理を試したことがないのでわからないんですが、まあ、基本的には短い処理でやるのがいいと思います。コメントですけど、ちょっと大規模なオミックスデータとかで通信経由してこう渡すのは難しいかもしれないんですけど、なんか、例えば、まあ、バイオインフォで言うと、系統樹を書くとか、なんかそういう、なんかデータが小規模で、
シンプルな処理とかであれば、Web API 向いているかもなと今思いました。そうですね。そういう処理の方が向いているかなと、私も思います。系統樹はなんか、データ形式ももう決まっているので、それをこう、やっぱり引数に書くのかな。まあ、ちょっとわかんないですけど、URL のこう後ろに書いてやると、こう、系統樹がこう描かれて返ってくるみたいな、それは結構すぐできそうだなと思ったんで。なるほど。ちなみにデータを渡すことに関しては、そのパスパラメータにデータを載せるっていうのは、なんか、普通のウェブ開発では、まあ、私は一度も経験したことがないくらい、なんか特殊なことをしていて、データを渡す場合は、大体ボディのところにデータを突っ込んで渡すっていうのが、基本的な考え方だと思っています。ボディのところっていうのは、まあ、分かってないんですね。そうですね。資料を用意してなかったので、うまく説明できないんですが、例えば、カールのとこでいいんじゃないですか。カールのボディのとこですよね。コマンドの。そうですね。そうですね。それが一番わかりやすいかなと思うんでそすの、が。ちょっと下ぐらいに出てこないですか。もう少し下ぐらいにカールの。なるほど。例えそば、の、そのページのもう少し下ぐらいに、ああ、そのあたりです。ああ、まあ、そうですね。書いてないんですけどね、これ。これは、ゲットリクエストなんで、まあ、ゲットリクエストでボディを使ってないので、ボディはないんですが、例えばわかりやすい例で言うと、例えば、ブログのサイトがあって、他にこのメソッドと呼ばれるものがあるんですが、これが他にゲット以外にポストとか、プットとかあるんですが、例えば、ブログのページを作ったとして、記事の投稿をしますってなったときに、記事の文字列の情報とかは、ポストメソッドで、ボディの中に突っ込まれて送られるっていうのが、まあ、基本的な考え方としてあって、まあ、そういうときにボディっていうのが出てくるかなと思います。HTML のボディみたいなことですか？そうですね。まあ、それと同じと言っていいのかわかんないんですが、そうですね。一旦画面共有閉じますね。いい資料をちょっと探します。これで見えますかね、ポストマンの方。あ、今見えてます。はい。メソッドっていうのが複数ありまして、先ほどのサンプルはすべてゲットだったんですが、ゲット以外にポストやプットパッチなどいろいろありまして、このポストで、よくデータを送るメソッドに設定するんですが、これの、例えば例として、ボディを見てみますと、こんな感じで JSON の形式でデータが入っていまして、これを送るという形になっています。ここは別に JSON の形式である必要はないんですが、まあ一般的に JSON で送るかなということで、今 JSON の例でお見せしています。ここに、実際の、なんでしょう、CSV のデータではないですね。例えば、先ほどの、パスパラメータで渡していたデータをボディの中に突っ込んで渡してあげるとか、押してあげると、まあ、Web API として正しい使い方ができているかなというふうに思います。で、ボディはまあこんな感じのものですね。ユーザーは、カールコマンドでこのポストをやればいいんですか？そうですね。ただ、カールコマンドはちょっとわかりにくいので、このポストマンというソフトウェアが非常に優秀で、こんな感じで GUI で操作できるので、このポストマンというアプリケーションでやると、まあやりやすいかなと思います。例えば、さっきの系統樹書くって話だと、系統樹を表現するデータフォーマットとして、フィリップとかニューイクとかあるんですけど、それをここに書いて、ポストを実行すれば、向こうに転送されて、書いてくれるみたいな感じですかね。そうですね。まあ、ファイルじゃなくて、そのデータ自身を突っ込むのであれば、ボディにこう書いちゃう感じがいいかなと思います。何がありますでしょうか。ちょっと中身の話じゃないかもしれないんですけど、聞いていいですか。あ、お願いします。さっきR のパッケージをこう、ユーザーの人がインストールローカルでせずに、そのウェブ上で軽くちょっと試してもらうところがなんか、これがいいところだっていうお話されてたと思ったんですけど、なんかいつも、
パッケージ開発して思うのは、もっといろんな人に使ってもらいたいなとか、よく思ってて、例えばいろんなやり方があると思うんですけど、露崎さんがやられたように、ステッカーを、可愛らしいステッカーを作って配るとか、学会で発表するとか、そうやってこう宣伝してるんですけど、そういうのに、これがこう使えると、もしかしたらいいのかなと思って、たんですけど、この長田さんのこのシステムっていうんですか、これを使えば、その開発者がユーザーをもっと増やせるように、そういう助けになったりとかってしますか？そうですね。例えば、学会の発表とかでしたら、僕は学会にあんまりというか、行ったことがないのでよくわかってないんですが、例えば、このパッケージを作りましたという発表したときに、実際にユーザーにどういうものかっていうのを簡易的に試してもらうためには、この Web API で、いくつかエンドポイントを立てておいて、そこにアクセスしてもらって、実際の処理結果を受け取って、どういうものかをユーザーに体験してもらうっていうのは、非常に有用だと思います。ちょっとまずお試し的に使ってもらって、よかったらちゃんと使ってくださいみたいな感じで、ユーザーが増えていくかもしれないみたいな感じですかそうですね。おね。試しでサンプルで使ってみることが容易にできるので、エグザンプルを走らせるという意味では非常にいいものだと思います。じゃあ、ローディングスせっかく作っていただいたんで、宣伝してユーザーを長田さんの力で増やしてくれると個人的には嬉しいです。はい。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。アーズを起動してアーズのパッケージ使える人は、生命科学者でも、限られてくると思うんですけど、ウェブブラウザ使えない人ってあんまいないと思うんで、確かに。そういう意味ではかなり裾野は広いというか、使ってもらえる確率はかなり上がると思うんですけどね。そういうポテンシャルを持っている技術だとは思います。ただ、ウェブブラウザでポチポチやるイメージで言うと、本格的にウェブアプリをシャイニーとかで作るみたいなのもあると思うんですけど、もうちょっとその手前の簡易的なところをやってる感じですかね、イメージとしては。そうですね。シャイニーであれば、たくさんのボタンとか入力欄を作って、複雑な、関数に引数を渡すということができると思うんですが、この Web API の場合であれば、あんまり複雑なことはできないんで、簡易的なことを、ユーザーに試させるという感じで使っていくのがいいかなと思います。このパッカソンのオープニングのスライドとかで、分岐みたいなのをよく言ってますけど、あまりインタラクティブじゃなくて、コマンド一発で終わらせられるような規模感って感じですね。そうですね。わかりました。